アカネ、久々にポークステーキやろうか。あええー、やん。最近豚ロース全部サイコロにして、冷凍してたからな。炒め物にするには、それが楽だしね。いつもごめんな。いいよいいよ。居候みたいな感じになってるから、料理くらいさせてよ。居候っていうより、何いやー、別に。それにアカネに料理任せると、大雑把になりすぎるんだよね。大雑把って何よ、大雑把って。大雑把でしょう。量が多いし、味濃いし。 いやーそれぞれの材料単体で見ると少ない気がするんよな。で気づいたらとんでもない量になってると。そう知らん間にしょっぱくなってるし。そりゃあ醤油とクレイジーソルトをダブルパンチしたらそうなるでしょ。あえて雑味を加えたら面白そうやん。その結果できるのがうゆニエンコじゃん。あんな綺麗なもんちゃうやろ。大学の頃よく太らなかったよね。ああ、まあな。なんかあったな。いや、ないよ。ただ食ったり食わんかったりが激しくてな。ああ、そういう、そうそう。 一遍集中できると、そのまま何時間も飲まず食わずってなってしまってな。車の運転もそういう感じだしな。なんか納得。それに客論うちらが健康を害すことないやんか。それはそうだけど、いつも私に軽率に死ぬなって言ってるアカネが言うのはおかしくない。うっ。まあ、そうやな。結局アカネも私と同類。うん。どうした塩入れすぎた。嘘やろこの会話の流れでそれかい。